ありえない。今夜も道路に監視役の氏子さんがいたはず。40カ所に攻撃できる人数の不審者が動くなんて無理よ。スティーブ、攻撃方法は？ドローンから配電線及びその周辺へのレーザー照射によるものと考えられる。レーザー付きのドローン？何それ、映画か？今回使用されているレーザードローンは測量目的ではなく兵器として開発されたもの。兵器？そんなのを40機もどうやって手に入れたんだろう。ダーケストウェブなどを使えば一般人でも入手可能。兵器は立派な商品である。人じゃなくてドローンで電線を切るとはね。やられた。スティーブ、被害状況わかるかな？変電所は？変電所そのものには被害は出ていない。よし。それから夜だから工場関係はいいとして、病院関係が気になるね。病院には自家発電設備があるので停電による被害は今のところ出ていない。よかった。氏子さんたちが万一に備えて設備点検や非常訓練してたんだ。それが功を奏してるね。問題は火災である。40カ所での消火状況は全く芳しくない。稼働中の消防車は3台のみ。また突然の断水のため放水に限界が近づいている。さらにエリア全体には風速毎秒8メートルの南風が吹いており、火星が強くなっている。エリア南側はすでに全焼。南側は人家がほとんどないところだわ。問題は北側ね。北側というのはあの海辺の方か？そう、ほとんどの人は海辺に住んでる。スティーブ、火の広がり状況は？火は南から北へ舐めるように進んでいる。このままの状況が続けば火は北部居住エリアまでおよそ2時間で到着。2時間か。地形の関係から西北部の居住地区には火および煙が急速に押し寄せ始めている。最も危険な地域と推測される。死傷者はどう？消防署の電話無線回線を検索中。現時点ではまだ死傷者の報告がなされた記録は検索できない。救急車数台が避難所へ向かっているが、乗っているのは医療スタッフのみ。あ、避難者が境内に着いたみたい。行くよみんな。避難者10名到着。皆さん大丈夫ですか？どうぞこちらへ。一列に並んで。こちらへどうぞ。あなたから。はい、あなた、私とスティーブの方へ来てください。じゃあ残りの皆さんは私とチャビーのところへ来てください。はい、こちらじゃ。並んで並んで。あ、おじいさん、よかった、無事で。ご婦人さん、お世話になります。いえいえ、おじいさん、怪我などされてませんか？大丈夫？大丈夫大丈夫。じゃあおじいさんに事情をお聞きしましょうか。私たちついさっき連絡を受けたばかりなので、火災の状況など全然把握できていないんですよ。わしらも同じようなもんじゃよ。出火に気づいたらあっという間に火が広まってて、わしらにできるのはとにかく逃げることだけじゃった。怪我人なんか出てませんか？わしらがあの地域を出るときは誰も怪我などした者はいなかったと思うがな。おじいさんの家は大丈夫？まだ火の手が回っておらんからな。だがこのままだともうすぐ。他の人はどこに避難を？この境内を目指しているのもおれば、東の小学校へ避難したのもおるかな。まあバラバラじゃが、とりあえずは安全なところを目指して逃げておるよ。火の手は弱まっていないの？全然じゃな。いい具合に風が火の勢いを強めておるし、ここから見ても弱まってる感じはないですね。はあ、この年になって住むところがなくなるんかな。あ、そうじゃ。何おじいさん。巫女さん、巫女さんが心配じゃ。え、巫女さん？どういうことですか？さっき巫女さんが西の方へ走って行ったんじゃよ。西？西ですか？そこって火の勢いが。巫女さん一緒に境内へ避難しようってわし言ったんじゃ。そしたら巫女さん、子供たちがって言って。そうか、西の方には子供たちの家が数軒ありましたね。でもな、火の勢いが強すぎる。ひょっとしたらもう焼け落ちてるかもしれんな。チャビ、巫女ちゃんが危ないかも。どうしよう。お、落ち着こう。宮司さん、のぞみ、スティーブ。
み、スティーブをしばらく借りるぞ。いいけど。ありがたい。スティーブ、まずエリア西部の状況を教えてくれ。ラジャー、西部エリアほぼ全焼。火の手は居住地区を焼き尽くし、さらに西と北へ進んでいる。子供や巫女さんの情報は？入手可能な情報網にはまだ上がってきていない。そうか。この火を短時間で消す方法は？チャリーの火炎で何かを爆発させて、その爆風で消す、などの意外な方法でしか思い当たらない。現実的な方法はない。そうか。また、レーザードローンが現在も稼働しているのが問題である。火元を増やし、火災範囲を広げている。それを断たねば、進化はさらに困難である。どうやったらドローンを破壊できる？一機ずつ撃ち落とす、または妨害電波を出してドローンを制御不能にする。できるのか？残念ながら、それなりの準備が必要。今の状況には対処できない。お手上げか？ドローン操縦者を見つけて、そいつらを攻撃する方法が残っている。見つけられそうか？電波を追えばいいので、可能だ。では、我にできそうなのはそれじゃな。我にできそうなって、チャビー何言ってるの？望み、集中させてくれ。ダメだよ、チャビー。あのエリアへ行こうとしてるでしょ。時間がないのじゃ、お願いじゃ。ダメだよ。宮司さん、お願いじゃ。急がないと巫女さんが。望み、黙ってなさい。巫女ちゃんを救わなきゃ、チャビーの邪魔をしちゃダメ。チャビー、感謝する。スティーブ、操縦者がどこにいるか特定頼む。ラジャー。特定完了。竜宮島のマリンハーバー。竜宮島。停泊中の漁船10隻から電波を感知。え？ああ、ひょっとしてこれは。水流族第二王女だ。おーい、あれが水流か。大きい。あの塊が水流第二王女なのか。データインプット完了。王女、ありがとう。我はドローンの範囲を懲らしめる。チャビ、チャビ。すごい、水流が雨で火を消していく。ありがとう、第二王女。のぞみ、宮司さん、海の方を見て、何か異様なものを感じる。ドラゴンだ。ドラゴンが飛んでる。チャビーだ。あれがチャビーの巨大化したドラゴン。データインプット完了。ハーバーに停泊中の漁船を狙ってるな。スティーブ、今飛んでるドローン、すべてを捕捉。チャビーの攻撃でどうなるか教えて。ラジャー。ドローン全機捕捉完了。この雨の中でもドローン落ちないわけ？平気ドローンだもんね。おお、チャビー怒ってますな。火吹けチャビー。お前下流だろ。かーって思いっきり火吹いて、そいつらバーベキューにしちゃえ。ダメだよ姉ちゃん、せめて踏みつぶすくらいで止めとかないと。宮司やアイドルのセリフとは思えん。うるせえ。はい、一石沈没いただきました。いいぞチャビ、どんどん沈めちゃえ。あいつら
一体どんな罪に問えるのかな。ま、軽くはないでしょう。ただ心配なのは犯罪のもみ消しだけど。その対策は一応してる。スティーブンに全部記録させてるから。それからドローンを回収したらそれも証拠にできるからね。チャビーや第二王女の映像も世に出すの？そこはスティーブと相談するよ。できたら二人の映像はね。分かってる。沈め沈め、さようならバカ息子。カイジマくん、立派にお勤め果たすんだぞ。全席沈没だね。スティーブ、ドローンは？ドローン全機墜落確認。墜落箇所把握しといて。明日私が全部回収するから。ラジャー。イエーイ、チャビー。キャベツ担当食べさせてやるからな。